ファイザーの監査法人は KPMG だけど、独立性の観点から僕は果たして職域接種できるのだろうか。まあカットオフエラーはカットオフエラーだけど、結局傷めなだけだし、継続的に見たら PL インパクトないし、連結全体で見たら重要じゃないし、検出事項に挙げるだけにしとくか。先輩、外科の換算誤差が3円出てます。虚偽ですか？あとこれ多分ですけど、四捨五入ミスって1円ずれてます。大丈夫ですか？虚偽ですよね。虚偽だ！虚偽だ！みんな来い！